してしまった私たちの日常、大きな支えとなるのは家族です。家にいる時間が増え、感じたのは家族の大切さ。準備がなかなかまくかな。離れた場所で暮らす家族と交わした言葉。イタビリショウル、シュウソクスがチョコに会えるけどね。大好き、いつも会える。辛く不安な日、どんなことも超えてゆける、そう強く思わせてくれたのが家族でした。私はとにかく家族のことが心配な一年でしたよね。私はやっぱり地元人吉が耳覚めたの、ごめんね、疲れたね今日はね、朝からずっと雪の中走りましてね、よしよし、何目がつむれるの、はい、耳がひっくり返っちゃう、耳がひっくり返っちゃうぞ、伸び治った、はい、ベッド行くか、ベッドで寝るか、ああよしよし、なお母さんすぐ行くからの、よしお母さんの方で寝たな、よしな、あと行くからな、はい。